皆さん、こんにちは。阪神は10月28日に京セラドームで行われたオリックスとの日本シリーズ第1戦で打線が爆発し8得点。2005年の日本シリーズでは4試合で計4得点に終わっていましたが、第1戦で悪夢を払拭する猛攻を見せました。この事態に逆33、4が X、旧 Twitter のトレンド入りを果たしました。そこで今回は逆334に向けて大きな一歩を踏み出した阪神の勝因を探っていきます。59年ぶりの関西対決となった日本シリーズは18年ぶりに出場した阪神が初戦を制しました。1985年11月2日に球団唯一の日本一を達成して以来、日本シリーズでの敵地勝利、ビジター連敗を9で止めました。また1985年の初戦以来となる日本シリーズ完封勝ちとなりました。この試合に負けていたら、西武が1994年の第2戦から2002年の第2戦にマークした敵地10連敗のワースト記録に並ぶところでした。今回の試合は岡田彰布監督の采配が的中しました。4回先頭の佐藤輝明選手が中前打で出塁し、自打者ノイジーの初球で盗塁のサインを出すと、気迫のヘッドスライディングで2投成功。1死3塁から7番 DH の渡辺亮選手が先制打を放ちました。オリックス山本由伸投手には通算8打数1安打ですが、期待に応えました。さらに西1、2塁から近本浩二選手が2点3塁打、中野拓夢選手が左前敵地打と続き、一挙4得点を奪いました。阪神打線の勢いは止まりません。6回西1、3塁で木浪聖也選手が左前敵地打、坂本誠志郎選手が左翼線2塁打と続き、山本投手を計10安打6失点でマウンドから引きずり下ろしました。先発村上頌樹投手は4回までノーノー投球、5回は先頭森選手に天井直撃の二塁打を許しましたが、無失点で切り抜けました。自己最速を1キロ更新する152キロで三振を奪うなど、100球を投じ7回2安打無失点で白星。前年まで0勝の投手がシーズン2桁勝利&日本シリーズ初戦先発勝利は、来日1年目だった1995年のヤクルトグロス投手以来2人目となりました。新人や外国人投手を除けば史上初の快挙です。一方、オリックスの絶対的エース山本由伸投手の7失点は、昨年5月3日のソフトバンク戦ペイペイドームで5回3分の1を10安打7失点自責6して以来、2度目の自己ワーストタイとなり、自責点7はプロ初の屈辱となりました。3年連続での日本シリーズ開幕投手となった山本投手ですが、昨年まで日本シリーズでは3試合に登板して0勝1敗、史上初の3年連続パリーグ4冠投手としては寂しい数字となっており、初勝利はまたもお預けになりました。ネットからは、山本由伸は日本シリーズ勝てない呪いにかかってるのかしら、由伸日本シリーズだと勝ち星が遠ざかるのはなぜなのか、山本由伸は9月にノーノーしましたが明らかに下り坂でした。 CS も怪しかったです。金属疲労でしょう。去年もヤクルトに由伸 KO されたけど、オリが日本一になってるからねと反響。さらに今オフにはメジャー移籍が濃厚とされているため、山本由伸 NPB 最後の登板でプロ初の自責点7は悲しすぎる。日本での最後の登板かもしれない試合でプロ初の自責点7とは、ああ山本由伸日本最後の登板かもしれなかったのに、この内容は辛いだろうな。まさか山本由伸ほどの投手が日本シリーズで1勝もできないまま海を渡ることになるかもしれないなんて、といった声も上がりました。抜群の安定感を誇ってきた右腕にとって、1イニング4失点も同被安打5も今季2度目 CS ファイナルステージのロッテ戦では勝利はしたものの、初回に3失点するなど7回5失点と本来の出来とは程遠い内容でした。岡田監督がシリーズ前に、そんなええと思えてない、なんで点取れへんのやろなと思えてると語っていましたが、有言実行を果たした形です。絶対エースに何が起きたのでしょうか。デイリースポーツ評論家関本しとしは、クライマックスシリーズの投球を引きずっているような内容だよな、どんな球も決め球になるような投手だが、今日はカーブが悪い、阪神はこれを消せるから、早いカウントの直球系をことごとく打っていたと振り返りました。カーブは12球投げ、
ストライクはわずか3球。その3球も阪神打線は振らなかったことから明らかな捨て球でした。また佐藤輝明が意表をつく2投を成功させチャンスを拡大したシーンに関本氏はノーマークで2投され少し焦ったかもしれない。より単調なリズムになった。その後連打されたシーンに関本氏は4点目の中野のタイムリーはフォークだったがそれ以外は直球系緩急がなく阪神は狙いが明確だった。しかも今日はシュート回転して若月の構えより甘く入ってくる。これを阪神打線が見逃さなかった。佐藤の安打にしても会心の当たりではないけど今年はヒットにできるとしました。山本投手は6回にフォークを多投して修正を図りましたが勢いに乗った阪神打線が攻略しました。山本投手は大事な初戦のマウンドを任せていただいた中で役割を果たせなかったことが悔しいですとコメントしました。完璧な形で1勝目を挙げた岡田彰布監督は勝利監督インタビューで監督としてシリーズ初勝利を手にしいやいやもう相当プレッシャーあったと思うけど村上はいつも通り打つ方がすごく奮起したんでねと笑みを浮かべました。山本投手については6月の交流戦で完封されてるんでみんなそういう気持ちで一回り目は差し込まれているというか抑えられたけど二回り目に攻略してくれたと語り佐藤輝明選手の盗塁には勢いをつけたと絶賛しました。山本投手対策については対策というかビデオとか見たんですけど打席の中で個人個人が打っていくしかない個人個人が役割を果たしてくれたと選手を称えました。シリーズ初勝利に前回4連敗してるんでね久しぶりにこういう舞台で勝てたというのは光栄に思いますし初戦でこういう勝ち方ができたというのはね明日以降もこういうゲームをしていきたいと語り気を引き締めて明日ゲームをしたいと力を込めると球場には岡田コールが響いていました。岡田監督が前回阪神を率いて挑んだ2005年のロッテと日本シリーズでは初戦から4連敗4戦の合計スコアが 3-3-4 の大差となりファンの間で話題となっていました。悪夢払拭に向け開打回答にファンも沸きました。果たして逆 3-3-4 はあるのでしょうか。阪神のシリーズ1戦目の勝利は1962、1985、2014年に次いで4度目となりました。敵地の1戦目での勝利は85年以来でさらに1戦目を完封勝ちも85年だけです。球団唯一の日本一となった85年と似たスタートを切りましたが今年はどうでしょうか。なお過去73度のシリーズで先勝チームは45度優勝し V 確率は 62% となっています。データで見ると悲願のアレのアレで向けて好スタートを切ったと言えるでしょう。オリックス投手陣は手強いですが山本投手を打ち崩せたことを自信にぜひ逆334を果たしてほしいです。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた。